なんかアクシナ側がね、カイパラの問題とかピラルクのワシントン条約違反とかで、今やばい状況ですけども、はい、まあ、もしかしたらね、そのすり拭いを、まあ、日本政府がしている可能性があるっていう形で、この間この16日にカナダで開かれている生態系の保護とか動植物の遺伝資源の国連会議に西村環境大臣が出席していてね、はい、まあ、そこで国連の会議の COP15 のね、官僚級会合で演説をして、でまあ途上国の取り組みに対して3年間で1000億円規模のまあ資金を支援って形で、まあ、発表したんですけども、うん、これでまあその国民には増税だって形で言ってる相場からまあ金が有り余ってるからって形でまあ資金援助を決めたって形なんですけども、違う国よね。そうですね、カナダのモントリオールで行われているCOP15 っていうのはこの生物多様性の保護に向けた話し合いが行われていて、はいはい、それでも途上国からまあその目標達成には新たな資金が必要だって形の声があって、それに関してまあ日本がね、まあ、資金上発表って形になったんですけども、うん、まあ、つまりこの途上国からその目標達成にはお金が必要だよって形でね、なったんでしょうけども、本当はまあその秋田様のねペラグル問題とかも脅されたって形でなったのかなって形で、はいはい、だからまあそれをねお金で解決って形の流れなのかなって形で、お金で解決、これ一応まあそのヤフーニュースとかになったんだけども、なかなかね読売新聞と時事通信が報道したけども、コメント欄はね4件と0件って形で、まあこれもなんか分かりやすくまあ報道統制というか、ね、まあ、すぐにね閉じ込めたのかも分からないですけども、ね、一応まあそのニュースにはしたけども、すぐにまあ隠したのかも分からないですね。はいはいはい、まあ、それでまあ3年間でこの1170億円の資金支援を表明って形で、うん、まあ、これからそのピラルクとカピバラのせいでね、まあ、1170億円のまあ税金がまあ吹っ飛んだのかなって形で、そんなに、まあ、篠原さんのね、まあ、ニュース上昇のチャンネルとかでも詳しくやってましたけども、うん、やっぱりこの東京農大の研究室にはまあ、結婚前からね、出入りをしていたって形で、はいはい、まあ、その頃からこの泥酔した時には、近藤教授が呼び出されてね、応募されたって形で言ってましたけれども、まあ、ちなみにここはね、自然文化サークルの顧問をやっていた川島達彦さん絡みで、まあ、繋がっていたみたいですけども、はい、まあ、この川島修さんの准教授っていうのはね、まあ、この近藤教授からまあ紹介されたようですけども、うん、まあ、そこでこの運転手付きの送迎車を用意しろとかね、まあ、自分の研究室を用意しろって形で、まあ、かなりこの勘違いしたのかなって形で、はいはい、まあ、ちなみにこの篠原上長さんはこの使い物にならないから何かね使ってくれないかみたいな感じで、使い物にならないから、そうですね、まあ、お願いしてね、ここのその東京農大の准教授になったみたいな感じで、話してましたけれども、なるほど、まあ、もしねこの加計学園とかに獣医学部が設置されていたらそっちにね行く予定だったのかも分からないですけども、まあ、予定が狂ったのかも分からないですね。お、まあ、ちなみにこの例のねバーベキューに関してはこの紀子様の親族とか安西さんのね名前とかも出てましたけども、はい、まあ、これはね、まあ、美智子様の親族って形でやっぱりね、まあ、美智子様絡みなのかなって形で、はいはいはい、ちなみに久志さんもねバーベキューにいたみたいですけども、ああそうですか、そうね、まあ、100人規模っていうことだったんでいろいろまあ証拠もあるのかなって形で、うん、まあそれにしてもなかなかなこの秋田様は山科鳥類研究所とかでも研究者のね柿沢教授とかに関しては、まあ、イギリスから持ち出しが禁止されているアヒルの有精卵を、まあ、密輸入してこいって形で命じたりとかね、まあ、それでこのなんとかね持ち帰ったみたいですけども、まあ、今後こういうことはまあできないって形で断ったらね、まあ、反抗してくるなんて生意気だみたいな感じで言ったみたいですけどもどっちが生意気なんだ、まあ、こんなことまあ平気でまあ支持できるぐらいなんで、まあ、もしかしたらね大麻とかもね普通にお願いしてる可能性もあるのかなって形で、全然ありますね。そう、なんかまあその小室圭に関してもね認めてほしかったらこの大麻をねこれだけ持ってきなさいとかそういった形でノルマとかを出してるのかもわからないですけどねまあ事前にこの税関の方に関してはまあ調査済みなんで、うん、このルートを使ったらねバレないんでって形で、まあ、そういった形でアドバイスとかもしてるかもわからないですけども、だから税関行ってたんですね。そうですね、うん、イギリスとかに訴えてね、まあ、アクション家の入国禁止措置とかも、やってもらいたいですけども、はい、まあ、少なくとも呼ばれることはないんでしょうけども、まあね、ただまあ久しさんの箔付けとかでイギリスとかに、ね、行かせる可能性とかもあるしね、うん、まあ、そうしてもこういったことがまあどっかでまあニュースとかにしてね記事にしたら、まあ、海外とかも報道してくれるんでしょうけども、確かになかなかねそういったメディアとかはまあないかなって形で、海外は忖度なしでやってくれますからね。そうですね、うん、まあ、ちなみに日本の方ではねこのメディアとかではハリー王子とメーガン妃のネットフリックスの作品とかの報道とかがやってますけども、はい、まあ、その割にはね、アクシマ家のスキャンダルに関してはね、まあ、全然報道しようとしないという形で、まあ、日本に関してはこの報道の自由度ランキングとかでも G7 の中では最下位という形で、うーん、まあ、こういったことも、ね、やっぱりその記者クラブとかそういったのがね、まあ、問題になっているのかなという形で抑え込まれてるんですね。何かこの不都合な記事とかを書くと記者クラブからね、まあ、追放するぞみたいな感じで抑え込んでいってねやってるのかなという形で、はいはいはい、まあ、ちなみにアクシマ国際と佳子さまがまあ、15日夕方に太陽に感謝する宮中祭祀に行かれてましたけども、これはその賢所岡倉の儀っていう儀式ですけども、その時の動画をまあツイッターとかでアップしてる人がいましたけども、はいはい、アクシナ様と佳子様と
菊橋様がね、まあ、別々の車で移動されていてね、うん、まあ、この夕方からで、まあ、その日はこうもね、それだけのはずやのに、まあ、3人が別々で移動って形で、仲悪いっすね。まあ、一応ね、まあ、その加古様とアクションゴッサイはね、仲が悪いって形で、まあ、毎回言われてるけども、うん、まあ、アクションゴッサイに関してもまあ相当ね、仲が悪いのかなって形 で、ね、でしかもこの16日のね、公務とかも記事にならなかったし、やっぱアクション家はね、だいぶまあビビってんのかなって形で、まあ、アクション家に関してもね、この小室家と真子さんの結婚を許さなかったらね、久石様の盗作作文とかもバレなかっただろうし、うん、まあ、カイバラとかね、ペラルクとかの問題とかもバレなかったのにね、そうかね、まあ、疑惑をずっと隠し続けるんで、どんどんね、過去のことまで暴露されてくるって形で、はいはいはい、まだこの小室家もね、まあ、親族が3人自殺していても、まだこのまともな人間であれば、なんとかなったんかもわからないですけども、うん、まあ、最低な対応もしてるし、そうですね、昨年の小室文書とかでもね、最低な対応をして、まあ、そのままね、解決をせずに結婚って形で、うん、小室会社の金銭トラブルで説明責任から逃げまくってね、ようやくこの文書を出してきたのかなって形で思ったら、まあ、28枚の文書を提出してきて、でもまあ補足説明というかね、まあ、注釈みたいな感じで、脚注みたいな感じで、一応まあ36箇所まあ付けられてましたけども、うん、まあ、膨大な意味分け文書って形でね、提出してきて、ね、でまあこの解決金とか、この具体的な解決方法が記載されてるのかなって形で思ったら、まあ、自分の正当性だけでも主張してね、そういった形の内容って形で、はいはい、で、まあ、その金銭トラブルの相手の元婚約者っていうのは、まあ、この人がいなかったら、このアメリカとかにも留学をできなかったしね、あ、まあ、本来この命の恩人って形で、まあ、かなり感謝しなければいけないんだけども、うん、それかまあ返済しなくてもいいって形だけの、まあ、言い訳の文章って形でね、はいはい、まあ、それでまあこの時にこの録音データとかの存在とかも明かしたって形で、うん、借りる側の分際で元婚約者からね、まあ、返してもらうつもりはなかったんだって形の発言を、まあ、録音したテープを、まあ、証拠にね、返済する必要がないって形で、まあ、主張したって形でね、むちゃくちゃですけどね。そうで、ただまあそれからね、元婚約者側も録音テープを持っていてね、うん、でまあ、その小室家が切り取りで都合のいい部分だけを切り取っていくことも判明って形で、はいはい、まあ、元婚約者からねお金を返してほしいって形の要求は、まあ、なかったことにしてしまったって形でね、うん、まあ、そもそもこの感謝の言葉とかね、謝罪の言葉とかが全くないし、まあ、これまでその2017年からこの金銭トラブルで長く待たせておいて、まあ、皇室にね、まあ、ご迷惑をおかけしたこととかもね、まあ、何も書かれてないって形で、はいはい、まあ、それにこの元婚約者からねもらったにしても、まあ、借りたにしてもね、感謝をしなければいけないしね、うん、まあ、少しでもね気遣うような文章とかが入っていたら、多少はこの小室家とか擁護してくれる人もいたんかもわからないですけども、全くそういったこともまあなかったって形で ね、まあ、ちなみにまあこの小室文章を出した時にはね、まあ、武田恒也さんとかからもね、まあ、ケチョンケチョンに文句を言われてましたけども、うん、小室家のこいつはダメだみたいな感じで言ってたけども、この真子さんがね結婚会見で一般人の金銭トラブルにも私がねお願いした方向で進めてもらったって形で言ったことで暴露しましたね。そうですね。で、まあ留学も私が早めてもらったって形で言ったんですけども、うん、ただまあこの武田誠也さんはね、小室家は攻めてもね、真子さんはかばうって形で、まあこれもね、まあ、矛盾してなかった形でね。ほんまですよ。うん、まあ、ちなみにこの元婚約者はこの事実婚のメールとかもまあ公開してましたけども、うん、まあこの小室佳代さんからのメールでパピーって形で呼んでいてね、まあちょっとまあ気持ち悪かったんですけども、確かに年間こう100万円の持続年金を受給するために、まあ、事実婚をなるべくどなたにもね知られたくないって形のメールとかも、まあ、していてね、まあ、それがまあバレたんですけども、はい、これだけでもね遺族年金不正受給が成立しますからね、成立してるのか、うん、まあ、それかまあその結婚詐欺が成立って形で、はいはい、まあ、どちらかは成立するんですけども、まですね、まあ、その警察はね遺族年金不正受給か、まあ、結婚詐欺のどちらかでも捜査をしなければいけないんだけども、ずっとね、まあ、受理もしないし不受理にもしないって形で、おかしいね。そうですね、まあ、ただその借りたものだろうがもらったものだろうが、まあ、資金援助してもらったことには間違いないんでね、はいはい、あの対応は何だってもまあ消すことができない事実って形でね、確かに、まあ、その元皇族の夫がこの資金援助してくれた恩人に対してはひどい対応をしたって形でね、うん、まあ、これはまあ消すことがない事実って形なんですけども、そうですね、まあ、それでこの小室文書を出して数日後にはこの解決金を払う意向を示したって形で、はいはい、ただまあその結婚するまではお金を、ね、払うことはなかったね、だからまあ実質この税金で払ったのかなって形で、ね、しかも元婚約者との交渉とかでもね、まあ、一応まあその小室家が直接交渉したまでは良かったんだけども、はい、資金援助してくれた恩人に対してまあ最低の対応したというか、一応まあここでまあ40分ぐらいね会話されたみたいな感じで言われてますけども、うん、まあ、小室家がね、まあ、日本語できないのか分からないですけども、まあ、ずっとねこのすごく悲しくてとか本当に悲しくてとかただただ悲しくてみたいな感じでそういった言葉しかまあ話さなかったって形でね、はいはいはい、もう少しねまともな日本語が使えないのかなって形で、ね、まずこの資金援助してくれたことにまあ感謝しろっていう話の話だしね、うん、まあ、ちなみにこの小室家に関しては解決金の話題とかが出た時にフォーダム大学の友人がね資金調達の目的で仮想通貨の小室コインを作ってたみたいですね小室コイン、まあ、この仮想通貨っていうよりもクラウドファンディングの方が近いかも分からないですけどもまあそのサイトには仮想通貨を通じて寄付をしてくれって形の内容で小室佳代さんがね4万ドルまあ借りてるって形で、はいはいはい、まあ、それでこの小室佳代さんは80万ドルで日本でねアンティーク店を開きたがってるって形のこととか、まあ、200万ドルで
ニューヨークで3年間過ごした後に、まあ、東京の分譲マンションとかで過ごしたりとかね、まあ、150万ドルで小室家が眞子さんと結婚するために日本政府に払わなければいけないとか、まあ、そういったことも書いてあるみたいですね。ああ、そうですか。まあ、なんでこの小室家がね、その150万ドルも払わなければいけないのかとか、まあ、それもね、まあ、寄付の内容とかにも嘘がいろいろとまあ書かれてましたけども、うん、まあ、この辺のまあ詐欺行為をしようって形で、まあ、サイトが作られたのかなって形で、まあ、さらにね、まあ、3万ドルに関しては、愛育病院で出産費用って形でまあ書かれてたりとか、はいはいはい、いろいろとまあ具体的にね、眞子さんと結婚して出産する場所までね、まあ、決めてたのかなって形で、ね、しかもこの愛育病院からまあニューヨークにね、サポートも行ってたしね、あの辺もなんかいろいろとつながっていくのかなって形で、確かに。まあ、せめから恐ろしいのがね、40万ドルが自民党への寄付って形でも関わりてたって形で、うん、だからまあそのね、まあ、自民党自体がまあ宗教団体みたいな感じで、まあ、どうかなってこともあるし、はいはいはい、まあ、他にもね、この年間36万ドルで六本木ヒルズのシートのペントハウスって形で、ね、具体的にこの場所まで関わりてたって形で、お他にもこの500万ドルでホノルルの別荘も欲しいみたいな感じでね、500万ドル書いてあるかもしれないみたいですけどもまあこれがね、このフォーダム大学の友人といっても、この六本木ヒルズのシートとかね、アイク病院って形で、はい、まあ、ここはね、この具体的に書けるわけがないんで、まあ、小室圭かそれ以外のね、日本人からの指示って形で、まあ、間違いないかなって形で、なるほど、まあ、完全にこの詐欺サイトって形でね、まあ、このサイトだけでもこの詐欺で、まあ、問題にされるべきですけども、ね、まあ、一応ね、これもしこの詐欺とかでバレてもね、自分は関与してないよみたいな感じで、まあ、友達がね、勝手にやったみたいな感じで、まあ、逃げるんでしょうけども、はいはいはい、まあ、この辺も問題かなって形で、かなりね、そうですね、小室圭とね、眞子さんの結婚とかで、もう完全にこの悪趣味家、まあ、崩壊したかなって形で、はい、まあ、久しぶりの、ね、定型校進学制度とかもそうですけども、そろそろね、政府にはこの皇位継承問題の、まあ、結論を、まあ、出してもらいたいなって形ではありますけども、はいはい、あ、まあ、ここまでね、この悪趣味家が炎上してしまうと、いくらね、この段階出し派が頑張ったとしても、無理ですもんね、女性天皇を認めるしかないでしょうしね、うん、まあ、段階出し派としては、よくてもこの一代限りのね、女性天皇っていうのは、まあ、避けられないかなって形で、はいはいはい、まあ、この愛子さまもこの21歳になられて、他の女性皇族とかも、佳子さまもね、28歳で、まあ、本当はこの佳子さまもね、今年はこの結婚を発表というか、まあ、婚約の相手会見みたいな感じで、したかったんですよね。する予定だったんでしょうけども、うん、歌会始めの歌とかでもね、秋の歌ね、10月かそのぐらいの季節にみたいな感じで、まあ、書かれてましたからね、金木犀とかね。そうですね。まあ、ただ、どうもね、むられたみたいですけども、はいはい、もう久しさまだけになってからではまあ遅いですし、うん、まあ、男系男子をね、主張する人っていうのは、まあ、初代天皇は神武天皇で2600年の男系男子の歴史があるみたいな感じで言ってますけども、はいはい、これもね、まあ、主張はどう考えても間違えてるかなって形で、うん、まあ、日本書紀と古事記とかにも記載されてることがね、正しいって形の前提ですけども、はい、これもね、もう最近とかでは、まあ、天皇の歴史とかは間違えてるって形の意見とかも多いしね、はいはい、まあ、この日本書紀と古事記っていうのはそもそもね、聖徳太子も創造の人物ってこともまあ判明してるし、うん、まあ、かなり作り話が加えられてることも判明したって形でね、まあ、ね、で、まあ、この古事記もこの日本書紀っていうのも同じ人が作ったのに、聖徳太子は間違えてるけれども、神武天皇はいたって形の、まあ、主張って形でね、はいはいはい、まあ、そもそもこの初代の神武天皇っていうのは、イザナギっていう男の神とイザナミっていう女性の神の、まあ、子供からね、アマテラス大神っていう女性の神が誕生して、そこからまあその子供でつながってるみたいな感じになってるんで、はいはいはい、それだけでまあ女性女系っていうのがね、まあ、証明されてるんですけども、うん、まあ、ちなみにこの古事記の神話によると、イザナミとイザナギっていうのは日本列島を誕生させたことになっていて、淡路島をまず誕生させて、次にこの四国を誕生させてね、はいはいはい、まあ、その次にまあ九州を誕生させて、まあ、本州を誕生させたみたいな感じで書いてみたいですけども、淡路が最初でね、そうですね、まあ、この時にはだから沖縄と北海道はなかったんですけども、うん、ちなみにこの学者の中とかでね、いろいろとまあ話し合われてるのが、まあ、早くてもまあ紀元前97年に即位した10代のまあ、崇天皇で、まあ、他にもね、270年に即位した第15代の王仁天皇って形で言われたりとかもしてますけども、はいはい、まあ、それからね、まあ、それよりも元後の時代って形の説とかもいろいろとね、ありますけども、うん、ちなみにこの副島孝彦氏の愛子天皇待望論という本とかでは、まあ、万世一系というのはブチブチ途切れてるって形で言っていてね、はいはい、例えばこの第100代の極松天皇の本当の父親っていうのは足利義満って形でね、言っていて、うん、まあ、それでこの大正天皇とかも、まあ、子供をね、産めない体だったって形で、そういうことも分かっていてって形で、はいはい、で、まあ、昭和天皇の父親っていうのはこの山形有朋って形で、まあ、書いていてね、この反論があるんであったら、まあ、自分の名前を名乗るんであったら誰であってもこの穏やかに答えるみたいな感じで、ね、書いてましたけども、うん、まあ、ちなみにこの日本の本当の歴史っていうのは、まあ、天皇ではないって形でね、そもそも日本はこの最初は天皇じゃなくて大君ってところで、で大君からその次はこの帝ってなってね、はいはい、でその次がそのスメラギって形で呼ばれて、うん、で、まあ、その次がまあ天皇って形で呼ばれるようになったって形でね、なるほど、天皇と呼ばれるようになった時代とかには、あの、まあ、道教事件って形で言われているようで、うん、まあ、僧侶がね、天皇陛下になる寸前まで行った、まあ、事件って形で、
あの頃にこの天皇って形で呼ばれるようになったみたいですけども、はいはい、まあ、ちなみにね、これまで天皇になるまでいろいろとねあったのに、全て天皇だったって形にしたのは、まあ、イギリスがね明治の初めにこれまでの考え方を変更して、まあ、西洋式にね天皇を神って形で、まあ、したって形でね。あ、だからまあその日本の天皇っていうのはこのイギリスによってまあ作られたって形で書かれてましたけども、うん、まあ、それにしてもね、まあ、天皇になるかもしれない悠仁様も愛子様もねどう考えてるのかなって形でなんかこの悠仁様がねこの全部この紀子様に操作されてるみたいな感じで、自分の意思がねあまりこの感じられないし、操り人形ね、まあ、高校生ぐらいだったらね将来何になりたいって形でね、まあ、明確に決まってる人も少ないと思いますけども、はいはいはい、まあ、この恋継承者だって形の、ね、ことぐらいは分かってるだろうし、それは、ね、まあ、天皇にねなりたいかって形で思ってるのかなって形で、ただまあこの秋田の家のね場合っていうのは、眞子さんが ICU に行って世界人権宣言をして、まあ、人権をね、主張して、元皇族としての皇室特権もそのまま維持したって形で、はいはい、まあ、出ていた形ですね。うん、で、まあ、この秋田様も謝礼公務がもらえて、皇族費も3倍って形で、まあ、いいとこ取りをしたって形でね。だからもう、この悠仁様もこの天皇陛下になって何ができるのかってことでね、できないことに関しては、世界人権宣言とかでいいとこ取りって形でね、はいはい、まあ、考えてるのかも分からないですけども、すごいですね。もうこの既に、ね、自分の実力になってない学校って形ですけども、うん、ただまあ、その古文がついてるんでね、まあ、それもまあ勘違いしてるんちゃうかなって形で、5人いったんで4人いてるのかな。はい、まあ、ちなみにこの週刊ポスターとかにはね小室佳代さんのことも書かれてましたけども、小室家の合格後っていうのは、まあ、小室さんはオフマスコミとかもだいぶ減ってきてるって形で書いててね、はいはい、ただこの小室佳代さんがニューヨークに行く準備を始めてる話とかもあるっていう形でね、うん、まあ、この同居の準備をまあ進める可能性とかも否定できないっていうことで、まあ、この上ね、まあ、ビザはどうするんだよって形の話ですけども、ほんまですね、まあ、その辺はね政府がどうにかしようって形の、まあ、ことなんかもわからないですけども、なんとかなるんですね、うん、ただまあそうなってくるとね、さらにこの秋島ご夫妻と、まあ、マークさんの関係っていうのは悪くなるだろうって形で書かれてましたけどもまあね、あ、なかなかねもうどうでもいいかもしれないけどね。そうですね、まあ、この秋島とかも、まあ、美智子様がいなくなったら終わりなんでしょうけども、はい、まあ、まだね元気そうだし、ただまあ今年はね、まあ、天皇家は、まあ、この愛子様が称賛されてね、雅子様も体調が回復されて公務とかも回数が増えてきてね、はいはいはい、でまあその秋島家は炎上って形で、まあ、それでまあ来年もね新年の一般参賀に加えて、まあ、令和になって初めてね天皇誕生日にも一般参賀って形で発表されてましたけども、応募がね10万人超えたらしいですね。あ、新年の方ですかね。あ、新年のね一般参賀は、そうですね、うん、まあ11倍かなんか言われてましたけども、はいはいはい、天皇誕生日の方にもまあ一般参賀っていう形で、はい、天皇皇后両陛下と愛子様もまあ3人そろってねお姿が見れそうかなって形で、うん、まあ、ますますね愛子天皇を望む行為とかも増えていくんでしょうけども、どうでしょうね、天皇陛下もね秋島家の振り舞いを見て注意はしないんだけども、まあ、これが世間の声だよという形で天皇誕生日にね一般参加とかをされる決意をされたのかなという形で、まあ、一部ね週刊誌とかではね、まあ、天皇陛下が次の天皇陛下に愛子様をお選びになるんちゃうかみたいな感じで書かれてましたけども、いろいろとまあこの政府にね振り回されて、本来はこの天皇陛下とか皇族のねお気持ちが一番大切なんですけども、それはねなかなかね、まあ、難しいなという形で、うん、まあ、この天皇家はねいつもこの一緒でね仲良さそうで、この夜とかも一緒にね皆既月食とか見られたエピソードとかもありましたけども、はいはいはい、秋島家はね、まあ、つい最近とかでも秋島ご夫妻とね佳子さまが3人別々の車で移動してね、うん、同じところに向かうって形の、まあ、コンもあったりとか、会話もないんかもしれないですね、まあ、仲悪いでしょうねまあこの最近とかではこのカピバラとかピラルクとかも炎上してるしね、はいはい、そこにこの小室佳代さまで動き出したらね、まあ、この秋島家とかも拝借しか道はないんちゃうかなって形で、まあ、なかなかねそれにしてもこの小室佳代さんに関してはまあ刑事告発から1年って形で、まあ、これはまあビザがね取れないにしてもねニューヨークには行かせる気なのかなって形で、はい、まあ、小室家にはね殿下と呼べみたいな感じでね言われたりとかして、いつまでねこのサポートをさせるつもりなのかなって形で、ストレスでしょうねサポートする側。そうですね、うんうん、まあ、ちなみにねこの昨日のね篠原丈一郎さんのライブとかでは、川島修さんの再婚相手の栗原奈さんのねお兄さんが、まあ、かなりね成宮弘樹さんと親しかったみたいな感じで、やってましたけども、あげてましたね。そうですね、なんかバースデーケーキなのか2人のね写真がなんか仲良さそうに写っていてね、はいはいはい、成宮弘樹さんって言ったら、まあ、そのゲイをねカミングアウトしているから、うん、まあ、その相手が栗原奈さんのお兄さんなのかなって形でまあそれでねこのフライデーとかで報じられた記事が発端でね引退ってことなんで、うん、まあ、絶対に、ね、知られたくないこのセクシャリティな部分がクローズアップされたことで、はいはい、とか、まあ、その他にもねこの友人に裏切られてね罠に落ちたってことで、うん、まあ、もしかしたら罠に落としたのが、まあ、栗原奈さんのお兄さんとね関係があるのかもわからないって形でね、まあ、いろいろと、まあ、これから分かっていくのかもわからないですけども、なんか薬物か薬かでね取り上げられたんですね疑いで。そうですね、うん、まあ本当はねゲイじゃなくて、まあ、週刊誌にね売られたとかね理由は分からないですけども、はいはいはい、まあ、いろいろとねアクシメントの割っていうのは、まあ悪いですばっかりなのかなって形で、あの相棒でね人気あったのに。そうですね、うん、まあ、今後ね秋島県に関してもどういった展開になっていくのか、まあ、皆さんのねコメントとかももらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだにしたら登録の方もお願いします。
よろしくお願いします。